日本勢では2017年大会の吉村真春、石川か角ペア以来となる世界卓球混合ダブルス優勝を目指す張本、早田ペアは前回大会決勝で敗れている大曽金、孫栄さと再び決勝の舞台で激突。2年間の進化をぶつけるべく世界最強ペアに挑んだ。大曽金ホト、イタル千葉 1> 第1ゲームは短いレシーブで相手の強打を封じる作戦に出た日本ペア。中盤までは一進一退の展開となったが、終盤で長本のバックハンドにミスが出て、6の6からの5連続失点でゲームを落とす。なんとか挽回したい日本ペアだが、レシーブでは大素金にチキータを決められ、ラリー戦では孫栄沙に広角に攻められ防戦一方、活路を見いだせず、大差で第2ゲームも奪われる。 第三ゲームは3対2となって張本早田が初めてリードを奪うがすぐに日本電子されて3対4で日本ベンチがタイムアウトしかし世界最強左腕ソキ金の猛攻を止めることができずサービスレシーブラリーとあらゆる展開で翻弄される張本も得意のチキータで応戦し3の8から5の8になったところで今度は中国ベンチがタイムアウト まだ余裕はあるはずだが、完全にこのゲームで決めるつもりだ。日本ペアも最後まで食らいついたが、最後も大粗金にバックを決められ、悔しいストレート負けとなった。世界卓球2023南アフリカ混合ダブルス決勝、張本智和、早田ひなゼロの3大粗金、孫イサ、中国。6から。